言うと、スタートしました。好ダッシュ2番のコスモフーレ、外から7番のファルシオンが上がっていきます。ファルシオン今日は注文をつけて先頭に立ちます。外を通って8番のコントディベール、内から1番ハートループ、2番手3番手並んで、4番手の外9番のドリアード、1馬身半差での追走です。5番手のインコースに2番のコスモフーレ、あとは1馬身半離れました6番フォレクラフト、そのうちには3番のフォレスタドールがいて2馬身差、残り 1200m、 後ろから2頭目10番のエレガントギフト、4番のアースクロニクルはスタート5部から最後方、先頭からおしまいまでは10馬身を少し切るぐらいの圏内で、外回りコース3コーナーのカーブ残り 1000m 切りました。35秒ぐらいで最初の600を行っています。7番のファルシオンのペースリードは4分の3馬身ほど、8番のコントディベールが2番手、3番手体半分差9番のドリアード、差を詰めていって800切りました。あと4番手グループ3頭で、内1番ハードループ、2番のコスモフーレーが続きます。外を通って6番のフォレクラフト進出、坂を下りながら4コーナーのカーブに入ります。3番のフォレスタ道路、10番エレガントギフト、4番のアースクロニクル最後方のまま、先頭からおしまいまでは7馬身から8馬身、4番のアースクロニクルは最後方から大外に出して直線に向きました。先頭7枠の2頭、7番ファルシオン、8番コントディベールの2頭争いに、3番手から6番フォレクラフト、内を通って2番のコスモフーレ、外から9番のドリアード、それから10番エレガントギフト、4番のアースクロニクルはまだ後方だ、200を切って坂を上がる、激戦だ、8番コントディベール、7番のファルシオン、外からは2番のコスモフーレ、大外4番のアースクロニクル、アースクロニクルその前に9番のドリアード、さあ外から4番のアースクロニクルがまとめて捉えてコールイン、4番のアースクロニクル豪快に差し切りました。